番最初に行った時は電車で行ったなっていうこのさっき思い出して、なんかその頃と比べると随分変わったなって思って。そうだね。でもなんか北海道行ってたのにね、なんかすっかり現実だね。もうすっかり現実だよ。北海道が恋しすぎる。あ、あったあったあった。来ました。見とちゃう。東南デニム生地ポーチ。今日はこれもらっちゃったね。うん、可愛いね。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。はぁ、疲れた。はい、お疲れ様です。別に何もしてない、待ってただけじゃん。でもエンジンオイルも交換してもらったし、うん、フィルターもね、あのプレゼントでもらったやつ交換してもらったから、ね、もう半年かって感じなんで。半年だよ。あ、今日やってもらった内容を送ってもらったの。そう、うん、どういう感じ？室内点検、ブレーキペダルの遊び、パーキングブレーキの伸びしろ、踏みしろ、まあこれね、でブレーキの効き具合、各種ウォーニングランプの動作、でシートベルトの損傷だったりとかねじれ、であとエンジンルームの点検が、ブレーキの液量だったりとかクラッチの液量、まあこれはマニュアル車のみ、エンジンの低速および加速の状態、エンジンオイル量と汚れ、で冷却水量、バッテリーの点検、各種ベルトの緩み損傷、とかっていうのをやってもらったらしいですね。でプラスで今回はあのオイル交換も迫ってるから、それがいつもより多いって感じ。すげえ。オイル交換とあのもらったフィルターも早速つけてもらって。あ、そう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 。前は1ヶ月点検だったけど、そっから結構行ったよね。じゃあ名古屋、長野、名古屋、岐阜、北海道か、うん、だからそりゃ1万キロ行くわな。くでもたまたま北海道の帰りにね、ちょうど1万キロになったから、ね、ちょっと嬉しかった。そっか、8月は結構千葉ばっかりいたね。あと新潟も行ったわ。あ、そうそう、新潟も行った。どう、運転1万キロ運転したの全部ゆっくんだからさ。確かに。いやでもそのうちの3メートル5メートルぐらいはカオリング運転してる。PV 立ってる。長距離走ってても全然腰とか痛くならないしね。あ、そうだね、それはそう。やっぱでも椅子がいいのかな。椅子がいいのか、でも俺普通の車運転すると怖いもんね。逆に視線が低くてスピード感がすごい感じるから。確かに。あと自分で危険だなっていう感じにはなったことはないね。なんかハイエース見通しがいいから、なんかまあ後ろが長いにしても視覚がそんなない気がする。そうだね、あとやっぱピピってなるの結構。ああ、そうだね、今危なかったんだなみたいな。はいはい、だからこれはあれだよね、セーフティーセンスだから。うん、そうだね。5型ああ、そっかそっか、じゃないとついてないけど。でもいいね、あってよかったなと思う。ちょっと安心感。そうだね。なんかさ、結構キャンプとかあと、まあ、撮影とかで結構砂利道とか、ああ、そうだね、なんかそういう時は運転しやすいもんなの。1.5 インチローダウンしたよりから、本来だったらね、オフロードとかあんまり得意じゃないはずなんだけど、まあ別に走れないことないし、どっちかっていうとこう街乗りで段差とかのがするし。ああ、そうだね。3回ぐらい擦ったよね、前。ここでみたいな。いや、もうね、なんか擦った場所は結構自分の責任だけど、ちょっとこう残ってるから。立体駐車場とか、なんかこう狭い駐車場の心配、上の心配があんまりないのは、結構ね、確かに、あの、プラスかもしれないね。あと、だから乗りやすくなるんだよ。普通の車より下がってるから、ハイエースやっぱ、ね。確かに。だからそう思うと、これぐらいのローダウンが私的にはちょうどいいかなと思って。ちなみにさ、なんか燃費みたいなのってさ、なんか見れるじゃん。あれって最近見てる？燃費ね。リッター10キロとかじゃない。
じゃあまあ普通ぐらい意外と。まあ別に悪くないんじゃない。あのそんなにこう悪い印象はないかなと思って。ああそうだね、うん、確かに。本当にお得な買い物したなっていう印象が結構強いかな。で、あとやっぱ DIY しやすかったから、あの、まあ、最初にベッドキット作って、そっから自分たち好みの DIY がすごいしやすい車だったから、余計なんか家を持ってるみたいな、移動する家を持ってるみたいな感覚になって、だから、北海道も次は一周してみようとか、アメリカ行きたいとか、結構なんか夢が膨らむようになって。この車だったら行ってもいいなみたいな。あとちょっとカスタムでさ、今すげえ楽しみだね、やつがね、この辺とかこの辺とかとかかな。あ、違う、やりたいことあるじゃん、美濃化にすることだよ。あ、そうだ、余計に余計にその欲が強くなっちゃった。あの北海道のハイエース見て、うんうん、でもハイエース本当買ってよかったな。なんかあの多分ハイエースじゃないと本当になんかカスタムで悩めないと思うんだよね。なんかそれはそう、選択肢がめちゃめちゃいっぱいあるから、うん、これでもいいなこれでもいいなってできる、うん、だ余計愛着湧くよね。でもゆっくんはさ、なんかあわよくばちょっとハイルーフだったらよかったなとかないの？なんかね、俺はね、そのハイエースのやっぱ外見がすごい気に入ってて、これに関しては。でしかもなんかベッドキット作るときに俺の身長に合わせて作ってくれてるから、あれは、まあ、この前ね、あの新潟で2泊3日の旅はできたからね。あ、全然できた。俺はこっちの方が好み、普通の標準ルーフの方が。一番気に入ってんのは照明かな。なんかすごい、まあ、照明は苦労したしな。俺だってそう、結構ねズタズタになったからね。内張り剥がし、ね、そう、内張り剥がしの時ズタズタになったので、ね、思い出ある。でもなんか意外と今ないけど上にかぶせる台、あ、デッキ、デッキつけたじゃん。デッキは確かに便利なんだよね、すごいね。そうそうそう、結構便利だし、なんかあれがあることによってすごい空間が広く見えるんだよね、うん、あそこまで床みたいな、ちょっと、あ、そうだ、ね、ちょっとした小棚みたいな感じだから、上にかぶせちゃえばいいんだっていう、 あんまりそこ意外といないかもね、あ、そうかもね、と思って。あれは結構気に入ってるかも。結構オリジナリティある、ね、オリジナリティあるかなと自分たちでは思っている、うん、デッキと呼んでる。なんか私たちのハイエースのポイントはやっぱりキャンプとかでも運び出してそのまま家具として使えるみたいなのが結構、あの、これはやってよかったなって思うポイントだから、そういうのは今後も増やせたらいいかな。そうだね、なんかこう自分たちで作っていくのがすごい楽しかったから、なんかそういう意味でやっぱこういうスタンダードであんまり何もいじってないやつを買って、うん、そっから一から作ってる感はすごいあるから、うん、うん。いやー、もう1万キロか。ねえ、すごいね。まあでも言うてまだ全然。うん。これからです。これからっす。ちょっと今後とも安全運転で。よろしくお願いします。お願いします。今ハイエースに行ったんだよ。俺もだよ。あ、そう？うん。今、そこに行ってなかった？え、だってここに顔があるの。あ、これ顔なの。そうです。よろしくお願いします。散歩でも行く。散歩ね、うん、なんか暑いね、暑くなっちゃった。10月なのにまだまだ暑い、うん、T シャツだから T シャツ T シャツね、全然まだ着れるんで。あ、そうだね、そうだね。って言っとく。